例えばイカと何かを使って違う料理にするのが料理屋さんの仕事だから、僕らはそのイカというものをいかにイカらしくとか、トロをいかにトロらしくとか、その素材そのものをのさ、なんだ、持ってるものを最大限に生かしてそのまま食べさせるものがやっぱ寿司だと思います。寿司ってずっと冷たいもんだと思ってたから、僕は千葉とやっぱ東京来てそういう赤酢とかお塩だけの、あの寿司を食べて、まあなんだろう、そのシャリの違いに感動しましたね。やっぱそこはライスイズボームね。あれはもうお米があったかいのにちょっとびっくりした。最初そんなになんかサプライズがある料理じゃないんですよね。ワオっていう、季節によってしかなんか寿司って表現できないから、春夏秋冬で味が違うように持っていけるような、あの工夫はが難しいですね。その握るっていうことはもう自分で考えてやってくれる、まあ、お客もそれが一番、僕はそこは教えられないというか、僕の握りは誰もできないし、その寿司とはやっぱそういうもんじゃないですか。レシピがないから、その握るというあの作業に何圧かけるとかないから、この握りに関してはもうあれです、あの自分の鑑定でやってくれてます。すごく軽く握ってるんだけど、手で持っても箸で持っても崩れない。だけど口に入れたらシャリがパラッとなる、まあ、これがもう本当理想形です。あ、お父さんお母さんはが一番手震えました、やっぱり握るときは。まあ、お袋はもう泣いてたし、まあ親父はなんだろう、何も言わなかったんですけど、まあなんかこう今話してもなんかちょっとうるっときちゃうから、なんか投げてきちゃうの、最高の恩返しができた。気持ちいい時でも気持ちが落ち込んでる時でも、帽子と毎回ピシッてやったらもうノープロブレムです。一生懸命とか全力投球、まあ、調子悪いとはあっても今までだから休んだこと一回もないです。風邪は絶対ひかないです。まあ、この先10年20年後に、まあ、寿司と言ったらサイトの名前が出てくるようなお店にしていきたいです、これからね。まあ、最後は学校やりたいです。まあ、今もうある意味学校みたいなもんじゃないですか。今もう10、うち若い子が12人もいるから、まあ、そこからの卒業生がどんどん、そう、斎藤学校卒業してお店持ちましたみたいな。あと10年20年多分60とかなった時にまだ寿司斎藤っていう名前があれば、多分なんだろう、まあ、ちょっとは成功したかなっていうあれだけど、多分世界であの目の前で手で握ったやつをそのまま食べろっていう料理って寿司しかないと思うんですよ。目の前で作って、手で他人が手で作ったものを目の前で食べるって本当寿司しか僕世界で見たことない。昔からそのルールは変わってはないと思うんですよね。これからも変わんないと思うんですけど、寿司のルールは、まあ、出たらすぐ食べてくれるしかないと思う。寿司のルールは